だ。やれやれ、やっまいったサラジャラジャ。タイトルが思い出せないわ。あの派手髪の考察系 YouTuber とよく喋る脚本家のやつ、うわ、なんだっけな。無限まやかしだ。どうも、大島康之です。高野湊です。無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などフィクションすなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオ番組でございます。はい、ということで一息で言えるようになってきました、ね、おー素晴らしい、何も見ないで言えるようになってますからね慣れてきましたね。サイレント第3話、はい、第9話じゃないですか。9話ですよ。で、来週最終回なの、これ、概念としての9話。放送上の3話。じゃあもうどうなんのよ、次から。概念として。間を取って6話。間を取って、意味わかんない。意味わかんない。意味わかんない。2本目、はい、放送上3話ですね。はいはいはい、の2本目直後に撮っております。はい、僕がね、うん、1本目で話し忘れたけど、これ絶対話し忘れたくないところとして。いや、もうそういうのいっぱいありますよね。いっぱいある。やばいよ。10個ぐらいある、うん。もうあの本当にちょっと殴り合いですよ、今回は。確かに。もう本当に先に どれだけ言えるかっていう殴り合いをこれからしていきましょう。ちょっと笑い飯さんみたいなね。はいはい、あの、テントウムシですね、テントウムシ。テントウムシね。いやね、はい、まあ本当に絶えもないことだし、うん、テントウムシこれね。うん、出てこなくてもいいんですよ。その、ね、あの猫、みなとくんがね、そう、こう、窓から入ってきた、ね。入ってきたテントウムシを、うん、別にテントウムシってね、まず外に出さなくてもいいもんだし、うん、あの人によってはティッシュでピッて潰して捨てるじゃないですか。うんうんうん、っていうか、これ別にストーリー上なくてもいいじゃないですか、これ。と思ったら ね、これあらすじ。うん、で、なんか、モデルプレスさんとか、うん、そのテレビジョンさんとかに、うん、ね、3話あらすじで、テントウムシ絶対入らない。入らない。けど、でも、やっぱりめっちゃ重要だっていうところが。そうでしたね。まず、港くんがね、はい、お笑いの番組を見ていると。はいはい、で、あれ多分ね、太田プロのロングアイランドさんっていうコンビなんですけど。いや、やっぱ、さすが芸人さん。そう、太田。で、見てないんですよね。え、ああ、見てないですよね。ちゃんと見てくれ、ロングアイランドさんの漫才を。それはネタが面白いから。面白そうとか、ちゃんと出てる人たちだから。うん、あ、そっかそっか。はい。で、もう心ここにあらずで、はい、まあ、ただ音を流してるっていう状態ですよね。はい、はい、はい。で、それはやっぱり聴者としての港の、こう、パスタイムというか、うん、なんとなくこう、物上げにしてる時にテレビを流すっていうのは、やっぱり、うん、見てはないけど音を流してるっていうことで、うん、聴者らしい行動ではあるわけですよね。はいはいはい、で、ぼーっとしてたらテントウムシがピタッと止まって、うん、で、それを外に出そうとすると。そうなんだよ、ね。で、窓開けてベランダに出て、はい、結構綺麗な服着てるのに、まずベランダの、このね、欄干というか、うん、はい、手すりのところ、あそこ結構ホコリとか溜まるじゃないですか。うん、あそこに服の肘つけてるんですよ。うん、いや、あんまやんないですよ。いや、やるよ。やんないよ。やるよ。やんないよ。やるよ。みなとくんやるね。テントウムシをできるだけ日にかざすというか、できるだけ、こう、建物から遠くにやるために。みなとくんならやる。みなとくんは、はい、あのね、なんかそういう、うん、あの、こう、おしゃれを最重視してる人じゃなくて、うん、港くん自身はすごい素朴な人なのに、うん、めちゃくちゃハイスペックだから、うん、結果的に、あのなんかそのおしゃれっぽくなっちゃった人であって、なるほどなるほど。だから本来はすごい素朴な人なの。無邪気な。そう、虫とか触っちゃうし、はい、多分毎年、うん、木に止まってるセミとか見つけると捕まえるんですよ。抜け殻拾ってきたりね。抜け殻拾ってきたりとかする子が、はいはい、うん、あの、優秀だったから。優秀だから。優秀だから。たまたま綺麗な服着てる。そう、綺麗な服着てるだけで、まあ、そこがいいわけじゃない、みなとくんは。そこは譲りましょう、譲り。でも僕だったら、あのぐらい綺麗な服着てたら、うん、あそうなんだ、あの、手すりからこう手を浮かして出しますね。うん、なんだもう。え、これ伝わると思うんだけど、わかる人いたらコメントに書いてください。そんなやつ見たくねえよ、ドラマで。まあね、その立ち姿として汚いっていうのはありますけどね。うん、まあね。でもわかるわかる。言わんとすることはわかりました。大島さんはそういう人ですよ。そういう、はい、俺はそういう人間だ。ビッグダディみたいな。ビッグダディ。で、こう、ふーって飛ばそうと、うん、して、はい、あ、で、写真を撮ろうとするのか。そうそうそう。で、撮れないんですよね。撮れないのよ。これは、青い鳥なんじゃないかというね。ん？この、捕まえようとしては、逃げていく幸せの象徴というか。あー、なるほど。ま、これは読みすぎではないと思いますね。まあ、ありうる。うん。で、テントウムシといえば、はい、ここからちょっと怪しくなってきますけど、うん、スピッツの魔法の言葉の、
ジャケット。これ、テントウムシが。本当だよ。がっつり映っておりましてですね。マジだよ。マジで、ね、で、高野さんが、魔法の言葉考察、第1話の時にやってましたけれども、うん、サビの、音が消えちゃうあたりの後っていうのは、また会えるよう約束しなくてもと。そうですよ。いう歌詞があったというところで、紬と宋が第1話で、約束してないのに、ワイヤレスイヤホンの転がるという新機能によって、新機能じゃないの出会ってるんですよ。つむく、突っ込み忘れてたけど、これは機能じゃないのよ。まあいいや、もうそうだよね。で、今回は、ミナトとソウが約束してないのに、ベランダ越しにテントウムシによって、約束してないのに、また会ってるんだというね。これはどこまでが誰の何ですか。これ産方ワークですか。これは産方ワールドじゃない。これ何ですか。いやもうちょっと問いただしたいですよね。これは草野さんとかともう魔法の言葉の時点で話してたんですか。これはそんなわけないで。もうすごいやな。もうだからすごすぎる。でまあハチクロ、魔法の言葉だからハチクロで、はい、今回の最初の冒頭のカメラワークもね、もうこれも誰ワークなのかわかんないですけれども、はいはい、まあ監督が今回高野舞さんという、はい、結構ベテランのフジテレビの、はいはいああ、そうなんですね。はい、監督ですね。で、人が恋に落ちる瞬間を初めて見てしまったっていう。なんかね、聞き覚えがあるんですよね。なんか聞き覚えがおりますけれども、これ完全にハチクロのセリフですね。はいはいはい、そうですね。参ったなっていうね。そう、真山がね。そうです。あの、竹本くんがさ。そう。ハグちゃん見てさ。そう。キラッキラしてんだよ。そうなんだよな。そのキラッキラしてんの見てさ。うん。まあ、ここはもうほんとちょっと面白シーンだったんだけど。うん、そうですね。今回切実よ。そう。男女逆っていうのもあるし。うん、で、あの、壇上で、宋が、言葉っていう言葉を読んでいるシーンっていうのは、一応毎回出てきてるんですよね。ああ、そういえばそうか。そう、毎回出てきてるんですよ。めっちゃ重要シーン。あ、ほんとだ。そう。で、周りの人は、あーって感じであんま聞いてないんですけど、紬だけが、こう、声を聞いてパッと顔を上げたっていう、正面のカットだったんですよね、割と。はいはいはい、はい。紬正面カットがほぼだったんですけど、はいはいはい、そこから斜めにぐわーっと動いて、ぐわーっと動いてね。ぐわーっと動いて、斜め後ろの、まあ、ほぼ真横かな、の港の顔を映すというですね。もう映画じゃん、これは。映画なんよ、やってることが。いや、素晴らしいですね。まあ、そういった、ハチクロ周りで全部繋がってるっていうのは、まあ、誰がやってんだろうなって思うぐらい緻密だなと思うし。しかもね、もう本当になんかあの、偶然ではないですよね。うん、多分これは考えすぎではない気がする、さすがに。まあでも、テントウムシのジャケットのところは僕は、あの、考えすぎかもとは思います。ある、で、考えすぎ説ある。うん、説あるけど、うん。ちょっと問いただし案件ですね、これ、ちょっと。まあでも、聞いてみたいな、本当に。本当に、どこまで考えてんだろう、本当に。まあ人、どんな人かによりますよね。だってさ、あの、わざわざさ、テントウムシあれ、多分 CG でしょ。あ、そうですか。そう、はいはい。CG で作ってるってことは、うんうん、もうあれは大事だってことでしょ。確かに。そう。だってもう、テントウムシちょっと CG むずいっすわ。むずいっすわって言われて。あの、ちょっと。じゃあ大丈夫です。そうじゃないってこと。ないってことでしょ、うん、もうあれが大事なんですよ。うん、あの、ちょっと、なんか雲ならいるんすけど、みたいになった、うん。あ、意味が変わるんで。そうそうそ う, そう。テントウムシで。っていうことが。なんでそんな喋り方なんでよ。なんでよ。なんでそんなチャキチャキしたやつなんで。あ、じゃあちょっと僕が殴りかかりますけど、はい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 、僕はね、やっぱね、冒頭のね、紬ちゃんのね、うん、あの、こう、働いてる時の、はい、あれ、あの訴えよ。うん、あの、紬ちゃんの現状、うん。あれさ、もう、紬ちゃんさ、はい、今日本に1000万人くらいいるよ。そうですね。なんか本当にリアルだし、うん、俺マジで会ったことあるもん。いや本当にそう、いや本当にそうなんだよな、マジで。僕も、つむぎちゃんのああいう状況みたいなこと、うん、まあ自分は自由業やってるからないんだけど、はいはい、友達とかパートナーがああいう風になっている時に、俺、港の対応取れなかった。いや俺それ言いたかったの。そう。だから俺もね、うん、もう自分語りになっちゃうけどさ、うんなんかそのあの、彼女がね、はい、こうなんかあの、なんかと遠方に行って、はいはいはい、修行してたんですよ、はいはいはい。もう本当に修行ね。何の職業かわかんないですけど。まあそう、本当に修行なんですよ。はい、で修行してた時に、うん、もう本当にこうなんか、どんどん元気なくなってっちゃって、はい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 、で、ご飯も食べてるか、聞いたら不安、はいはい、なんかそんなにご飯食べてない感じだったから、うん、状況も同じなの。うん、だから、もうあの、せめてご飯作ってくれるようにとか思って、はい、調味料とかいろいろ揃えておいて、で、次来たらね、はいはい、やっぱ減ってないのよ。
ああ、でも、調味料用意するまでは、なかなか港な港じゃないですか。いや、でも、それでね、はい、で、しかもその後にね、うんうん、こう、でもね、一個だけね、はい、めちゃくちゃ減ってるのがあって、怖、なんだ。豆板醤が一瓶ほぼなくなってた。で、え、これ、いや、さすがに豆板醤の瓶、はいはい、1ヶ月くらいだったの。はい、1ヶ月で一瓶使い切るってあんまないから、はい、あ、これなんかぶちまけちゃったのみたいに聞いたら、うんうん、そしたら、辛ラーメンに入れて食ってたって言ってて、うわもうそれはさ、どう考えてもやばいじゃん。やばい。どう考えてもやばいから、うん、俺はもういろんな言葉をかけたの。はい。もういろんな言葉かけたけど、はい、結局、そのね、今回つむぎちゃんは、一発でね、はいはいはい、翌日退職願を出したって聞いたって言ってたけど、うんうんうん、俺やっぱり一年以上かかったもん。まあ。一年以上かかってもやっぱ自分の言葉は届かなかったっていう無念さがあって、はいはいはい、あの時なんて言えばよかったんだろうって思ってたのよ。うん、で、俺はもうね、あのね、いや、うわ、すごいなって思ったのが、港のセリフ。港くんのセリフで、はい、期待と、うん。圧力は違うよ。うん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 。これ言えたら違ったかもって思った。だな、まあね。俺そう、やればできるって、うん、やらせるための呪文だよ。うん。期待と圧力は違うよって。うん、これすごくない？これ絞り出せんの。すごいです。すごい、すごいんだが、うんうん、みたいなことは言ったことあるんだけど、でもね、なんか、超説教みたいな言い方になって。わかるわかるわかる。わ、そうなんですよ。そう。いや、そこで我慢しても、うまくいくとは限らないし、そこで身を持ち崩しちゃうと、そこで自分が壊れちゃうと、その後のこともできなくなっちゃうからさ、みたいな。うわ、やってた。俺を見てるよ、今。投げーみたいな。投げーみたいな。こいつ投げー。私今キャパオーバーなのに、こいつ投げーみたいな。そう。それやってたの、俺も。じゃない。短いのもまず優しさだし。そう。で、まず最初に、うん、港くん、優しさから入ってるわけ。はいはいはい。こう、まず、動画見せる、うん。うん。てか、まず、彼氏とかじゃないしね。そう、彼氏とかじゃないんだよね。そう。戸川くんって呼ばれてるし。そう、確かに。それで言うと、はい、ちょっと、また若干脱線するけど、あの時点で好きだったのかね。はい、いや、でも、好きな人が、うん、好きな人が友達と付き合って嬉しかったって言ってたんで、そうか。高校時代に好きな人だったっていうのはある。いやいや、わかんねえぞ。だって好きな人が、友達と付き合ってて、これ、そうくんにも言えんだもん。うん、ああ、別に好きなは、別に恋愛の好きじゃなくても、そうか。で、しかも、つむぎちゃんのことも友達じゃん。うん。港にとっては。確かに、ちょっと待って、あそこのセリフってどっちとも取れるようになってるか。すごく仲のいい友達と、すごく好きな人だったから、嬉しかった。どっちとも取れるな。だって、つむぎちゃんとも、事前に仲良かったっぽいじゃないですか。うん、そうですね。そう紹介して、みたいな。そうって、彼女いるのみたいな話してたんで。そう。わかんないな、これ。いや、これも恐ろしいよ。うん。普通に優しさとして、うん、なんか様子がおかしい子がいるっていうところで、うん、ただファミレスにおせっかいで来てくれたっていうところから始まってるかもしれないから。まあ、でもね、でも、そうか。うん、まあ、ちょっと、さすがに今のは、うん、俺が言ったのはちょっと若干暴論かもしれなかったから、うんうん、まあ、順当に考えたらやっぱ好きだったでいいのか。高校時代好きだった。でいいのか、うん。そうだよな。だって、なんかそうじゃない読みも開かれてるとは思う。ああ、でも、やっぱ、そうくんと、はい、ね、最初にこう、音楽のことで喋ってた時あったじゃん、はいはい。あの時、スーって立ってるんですよね。港くん、1話で。うんうん、で、あれは、ちょっとなんかこう、見てると、ちょっと、なんか、もやもやするから、みたいなの、説あったけど、うん、多分そっちだろうな。うん、まあ、普通に考えたらそうだとしましょう。まあね、うん、でもやっぱりなんか好きな、もうさ、やっぱさ、好きな子が弱ってる時の、うん、どうしたん？話聞くよ？うん、の、もう、最上級版そう。で、大体さ、説教になっちゃうか、うん、キモくなっちゃうか、そう。混ぜっかえして、逆にうるせえこいつみたいになっちゃうか、うん、みたいな、うん。どれも歩んだことありますわ。歩んだことあるのよ、うん、俺もあるからさ。いや、でも真似できないですね、あれはね。真似できないっすよ。うん。まあ、あそこもほんと細かいところがいろいろありましたよね。うん、いきなり仕事を押し付けられちゃって。そう。なんか企画書みたいなのって言って、うん、なんか何をやってるかも多分、つむぎ自身もあんまりよくわかってないというか。うん、そう。で、その証拠に、ファミレスで作業してるのに、うん、Wi-Fi 取ってないんですよね、つむぎ。あ、
そっか、ああいうね、うん、あの、微妙、あ、Wi-Fi 捕まえたっつって。そう。まず、パソコンをこう、グッて、持ってって、うん、えってやって、うん、港が Wi-Fi 捕まえてから、動画を撮ってるんですよ。うんうんうん、犬と猫仲良しっていう。はい、ってことは、それまで、つむぎは Wi-Fi を取らないで、パソコンで作業してたってことなんですよね。はい。企画書作るときって、頭だけでやるっていう、その、頭とパソコンだけでやるかねっていう。ああ、なるほど。ネットでいろいろ検索して素材とか取ってきたりしながらやるのが普通だと思うんですけど。ああ。だから結構もうなんていうのかな。結構手一杯。ああ。キャパオーバーに。業者かもしれないと。なってるのか、どっちかというと、その、分かってない仕事を、なんとなく、やれって言われてるからやってるけど、みたいなのか、どっちとも取れると思うんですけど。いやそうなんだよな。なんか、でも超リアルですよね。めちゃくちゃリアル。あの、つむぎちゃんが、その、そんなに辛そうじゃなさそうに見えるのも、めっちゃリアル。あの、一見するとね。その喋り出す前はって感じですよね。そう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 。あの、喋ってる途中に、うん、あの、顔を紙で隠し始めるんですよね。うん、で、そこでセクハラ、パワハラの話をするんだけど、セクハラもパワハラも一言も言ってないんですからね。そうなんだね。だからこれがね、やっぱりね、もうその、今を、の、うん若い人が書いてるわけじゃないですか。うん、産方さんと29歳の人が書いてるからこその、うん、このね、微妙なディティールは、うん、やっぱり同じ世代を生きた人にしか書けないと思うの。はいはいはい、はい。俺、それがすごいと思ったんだよな。あの、なんていうのかな、なんかこう、世の中で言われてる問題として、明確になってるのじゃない、うん、こう真綿で首を絞められるような感じ、うんうん、なんかこっちが悪いみたいな空気を振りかざされていて、でそれに納得しようと頑張ってしまっている人の描き方としてすごい正確だなと思いましたね。すごかったんだよな。だからそれも多分ブラック企業って断ずることができるような会社でも多分ないんですよ、うん、言うほどでもないし言うほどでもない多分入れたことは嬉しいぐらいの会社なのかもしれないし、うんうん、なのになんかこう、一個一個って紐解くと、うん、なんかこう、なんだろ、軽犯罪みたいなことがいっぱい積み重なってんだけど、うん、でもなんかこう、訴え出るられるほどでもない。うん、で、それが。訴え出ることによって自分の立場が、そう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 。ちょっと微妙になっちゃうみたいな。そう。で、それが積み重なって結果、うん、いや、でも、それをこう、飴ちゃんで包まれてるんですよね、うんうん。期待してるからみたいな言葉とかで。で、あ、私は必要とされてるっていうことで、うん、あの、なんかこう納得させてっていう、はいはいはい、あのがんじがらめ感、うん。あれめちゃくちゃリアルだから、うん、ああいうの書けるのすごいですよね。うん、でそれで多分、それはその人にとっては、そのやられてる側にとっては、一個の大きな、自分にとっての一分の一の出来事なんだけれども、うん、多分やってる側にとっては、もうテクニックというか、そう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 方法論というか、うん、こういうハラスメントをした上で、こういうふうに言って、期待で蓋をしておけば、大ごとにはならないっていうことで何十年もやってきてる人っていうのが、本当に挨拶みたいなことでやっているっていう、その、そこの齟齬っていうのを埋めるほどの、社会人としての語彙とか、戦い方も持ってない状況の中で、僕の経験としては、また自分語りになっちゃいますけど、うん、あの、僕の周りの女性の社会人、うん、女友達は、ほぼ 100% 経験してますね。いやー、俺もそうだと思うよ。うん、本当にあれいるもん。もうすごい聞くし、うん。で、僕は、いや、それはそこにいても、そこの組織でそのルールの中で偉くなった人がそれなんだったら、やばいから、うん、あの、転職とかした方がいいよ、みたいに言うんだけど。いや、俺も言っちゃう。お前に何がわかるんだよ、みたいな。そうなのよ。もうこの、ね、そういうことじゃないな、みたいな。自由業のね。そう、自由業の苦しさ。うん、我々は。そう。僕らがね、港区みたいにちゃんと働いてたらまたちょっと違ったかもしれないんだけど。違ったかもしれないですけど、ね。お前にわかんないことがあるのみたいな感じで、蓋閉じられちゃって、向こうは向こうでストレスをどんどん溜めていくっていう経験もまあ、めっちゃあるんですけど。まあでも、本当にそこら辺は、すごいリアルだなと思ったし、そこからこう二人が始まったっていうのも、すごいよくわかるし。そうそう。で、またやっぱりあの、バロメーターご飯なんですよね。うん、こう、寝ながら、ご飯食べるって、可愛いよ、うん。確かに。あの、ちゃんと寝てる、ちゃんとご飯食べてる、で、多分どっちもやってなかったっぽい人が、そう。自分の隣で寝ながらご飯も食べてるっていう。うん、めちゃくちゃ愛おしいじゃん、あれ。しかも多分ご飯食べ終わった後にポテトチップスとか食べてるってことですよね。だから食欲も睡眠欲も、ちゃんと回復したっていうのを、見てるんですよね、港は。港寝てないんですよね、あそこ。そうなのよ。目見開いてますからね。で、しかもね、うん、これは、ご飯バロメーターに気づいてるのはね、うん、これ弟もなんですよ。ああ、こ
これ、気づきましたこれ。え、いつだっけ弟くんはね、はい、つむぎちゃんが家帰ってきて、はい、ずっとミシンでダダダダダってやってるじゃないですか。はい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 、そこで、うん、罰として姉ちゃん今日ご飯係ね、うん、って言った時に、早くしてお腹減ったっていうのに、はいはいはい、お腹減らないなって言った瞬間に、表情変わるんですよ。あ、弟くんの？そう。で、行って、うんうん、なんか、そうくんに会ってんでしょって話になるの。はぁ、すごいわ。だからね、分かってんのよ。なるほど。もうでも、つむぎちゃんは、ご飯食べなくなると危ねえっていうのは、近くにいる人はね、分かってんのよ。わ、素晴らしいなぁ。で、やっぱ弟くん今回良かったですよね。良かった。だから、みなとくんの、実は一番の理解者は弟くんの可能性あるっていうか。あそこチームですね。そう、チームだ、そう。ワンチームだ、ね。チームだわ、チーム。そう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 。あそこコンビ。あのままだと、やっぱ、みなとくん孤独な戦いを強いられすぎるなって思ってたところに、うん、わざわざ会社まで行ってさ、うん、それでさ、どうっていう。どうつって。清瀬師匠の振り方ですからね。あ、そうなの漫才終わった後のコンビに対して、うん、みどりずくんおもろかったね。ドッって言ってマイクを向けるっていう。そうなの？いやいや、そんなオマージュとか絶対ないと思うけど。オマージュはないけど。でも最小限の言葉で伝えるっていうのは、うん、この脚本全体に通じるところかなと思いますね。そうですね。紡いでいる言葉であり、かつ最小限の言葉っていうのは、そうそうそう。面白い。コンポタの話していいですか？はい。コンポタって、うん、僕結構意味あるなと思ってて、第2話でコンポタ言った時には、うんはい、なんでそんな試すようなさ、無茶ぶりみたいなことすんだよって思ったじゃないですか。はいはい、で、今回コンポタって言ってたことが分かったけど、はいオレンジジュースとメロンソーダ、はいはい、で、どっちでコンポタっていう3個目を言うっていうので、はいはいはいなんか、私のこの、なんか物足りなさを分かってくれるのかなっていう無茶ぶりでもあり得る一方で、うん、お腹空かない時って、でもあったかいもの欲しい時って、スープ飲みません？スープ飲む。ね。うん、食欲湧かないけど、とりあえずなんか胃に入れておきたくて、で、それが水っぽいものじゃダメで、で、かつあったかいもので、栄養もそれなりにありそうでっていうのは、うん、もう、ぼーっと頭がしちゃってたかもしれない。寝不足、うん、栄養不足、で、パワハラ、セクハラのストレスで、うん、もうぼーっとしちゃってる時って本当に何も考えられないというか、うつ状態だけど、うん、体だけ動かしてるみたいな。あと、子供に戻れる。ああ、なるほど、なるほど。赤ちゃん状態になれる。確かに、うん、その、流動食という、そうそうそう。スープじゃなくて流動食っていう風に捉えるとそうだと思う、うんうん、そう。オニオングラタンスープだとちょっと大人な感じになっちゃう。そうね。ちょっと咀嚼いるしね。うん、そうそう、繊維入ってるし。でもコンポタってやっぱ子供の時にすっごい喜んで、うん、もうタプタプになるまで飲みたかったものだから。うん、ファミレス行ったら僕絶対コンポタ頼んでましたね。あ、そうだったんだ。いや、でもそうですよね。だからね、あそこでコンポタを欲したのは、うん、結構紬の、本質的な整理というか、あんまり考えないで、あなんだろう、今コーンポタージュ飲みて、みたいな、なったんじゃないかなと思う。あ結構、あそこの、ああいう精神状態の時に、ああ、そういうことね。食べたいものとしてすっごいリアルだと思ってた。そうか、結局さんはもう、うん、仕事で追い詰められてる状態で、そうそうそう。もうめちゃくちゃだっていう時に飲みたいものがコーンポタなんだから、そうそうそう。それに匹敵する、そう。こう、ブラック企業で真綿で首を絞められてる状態に匹敵するショック状態が、を2話で、受けてたっていう。なるほどね。ああ、それはそうかもしれない。うん。だから、コンポタっていうのは、無茶ぶりとかボケとかじゃなくて、うん、あの瞬間には、紬はマジで欲してた気がするんですよね。いやー、そうかもしれない。うん、ご飯食べれない時の感じ、僕、すごいわかるから。だから、切実なんだ、あれは。うん、試しとかじゃなくて。だから、まあ、みなとも、ボケというか、一個のコミュニケーションツールとして、コンポタもありますって思ってたんじゃなくて、うん、紬本当にやばい時には、何も食べれなくなっちゃったりするから、うん、赤ちゃん帰りさせるためにも、流動食としてのコンポタを持っておくっていう、常備の仕方でもあったかもしれない。うわぁ、すげえなっていうので、なんか納得したんですよね、すごい。納得した。うん、そんななんかこう、通貨のやりとりとか、うん、なんかお約束のなんか共依存カップルとか、うん、ともまたなんか、そう、まあもちろん、そういう部分もあるかもしれないし、3年経って、あの時のコンポタね、みたいな感じで、うん、まあ、笑い話にしてる可能性はあるけど、うん、あの瞬間での、あの青春状態での、紬のコンポタはマジ切実だと思います。いやー、ほんとだ。こうやってさ、うん、話数が積み重なることに、うん、1話、2話も、うん、要素が広がってくるんだ。そう、だから3話見るときに、1話も2話ももう一回見なきゃいけないんで、うん、その10話、第10話、最終回を見るときに、最終回を見終わるのに10時間かかります。これ考察ドラマじゃない？考察ドラマです。確定でございます。もう、困るよ。
困るよ。やめてよ。手加減してよ。やめてよって感じですね。ね、本当ちょっと次回ね、はい、窓ガラス越しに、というシーンが今回2回だったんだよみたいな話をします。そうですね。なので、ぜひ次も聞いてください。はい、3回分になりますね、これは確実に。はい、なりましたね。はい。以上、無限まやかしは YouTube と Podcast で配信しております。YouTube のチャンネル登録、Spotify のフォロー、Spotify の5点満点のね、星付けをするところがありますので、はい、そこ見つけてみてください。はい。Twitter のフォローとか、普通歌なども募集しております。以上、大島康幸でした。高野湊でした。ありがとうございました。ありがとうございました。